やりましたが、あのリザルトなど含めていかがでしたか？そうですね、結果としてはとりあえずリードもできたんで良かったんですけど、一本一本の走りを見るとやっぱりちょっとまだまだ練習不足であったり、技術的に足りないところもあったり、やっぱミスもあったので、極力そういったことが少なくなるように明日からのレースも気をつけていきたいと思います。明日からちょっと風がマイルドになっていくっていう予報みたいなんですけど、こう吹いてる方が好きとか弱い方が好きとかあるんですか？どちらかといえば弱い方が好きです。あ、どちらかというと弱い方が好きということは、じゃあ明日からまた自分のコンディションというか、そうですね、いつも通りの走りができるコンディションであるかなと思います。あと今日で4本終わりましたが、全部で11本できる予定なので7本ぐらいあると思います。こうやって走っていきたいとか、そういうちょっとした戦略とかあるんですか？少しちょっとスタートがちょっと癖で、後ろからのスタートをちょっと意識しちゃってるので、今度は前からヒロやブラック君の前を走れるスタートでうまく抜けれるような走りをしたいと思います。スタート勝負っていうことですね。結構レースのこう展開もウィンドよりももっとこうスピーディーというか速いなと思ったんですけど、やっぱりスタートで結構決まったりとかしたりするんですか？そうですね、やっぱりスタートの位置でも前に出れるか出れないかだったりするんで、スタートはすごく大事だなと思います。明日からのレースも全部1位を取ります。